なんでこんなボロい工場と契約してるのかね。俺の目の前の男は偉そうにそんなことを言う。仮にも取引先にやってきて、その態度はないだろう。でも、この男は自分の考えが絶対なのだ。で、これ売れるの？こんな倒産寸前の工場で何ができるの？俺はこの男の物言いに激怒した。だったらこっちにも考えがある。俺の名前は村山。45歳で父の工場で働いている。父が若い頃に立ち上げたこの工場は少数精鋭。俺は現場仕事もこなしながら次期社長として営業にも出向いている。うちの工場では数年前に特許を取った技術がある。何年も開発をして、ようやく特許取得までこぎつけた。そんな技術を使った商品が今、とある企業で売り上げ1位を取り続けている。うちが開発した技術では、温かさを維持する繊維を作ることができる。この技術が大手の医療メーカーで使用され、主に冬用の肌着などに使用されているのだ。使用しているのが大手医療メーカーということもあり、爆発的なヒットを生み出した。この企業の担当だったのは野中さんというかなり年配の人だ。野中さんは最後にヒット商品を生み出すことができたら、心置きなく定年退職できると言っていた。そして俺たちと一緒にヒット商品を生み出したのだ。しかし、商品が売れ始めた頃、野中さんは突然いなくなってしまった。いきなり連絡がつかなくなり、取引先に連絡を入れたところ、野中さんは自主退職したという。後任の担当者を行かせると言われていたが、社内がごたついているとかで、なかなか後任は来なかった。俺は、野中さんに何があったのか心配だったのだが、個人的な連絡先を知っているわけでもないので、連絡の取りようがなかったのだ。担当者が挨拶に来ないまま、うちの特許技術を使った商品は売れ続け、売り上げ1位の商品として巷で話題になっていく。でも、なんだか蚊帳の外だ。うちの工場ではその技術を活かし、別の商品を作り始めることにした。そんな時、新しい担当者だという人物からようやく連絡が来た。名前は桐谷。うちも新しいアイデアがあるので、ぜひ挨拶をしたいと申し出る。すると桐谷は面倒そうに、ああ、じゃあ企画書でも作っといてよ、と言った。いきなり偉そうな態度で、俺は嫌な気持ちにはなったが、電話越しの声は俺より年上のようだったし、仕方ないのかもしれない。そう思い込んで、指定された日に俺は企画書を用意することにした。それから一週間後、桐谷が工場にやってきた。前の担当がいなくなって、すでに2ヶ月ほど経っていた。桐谷は工場に入ってくるなり、狭いだの、古いだの、ブツブツ言っている。そりゃ大手医療メーカーの工場とは違うだろう。でも、うちはここで特許技術を開発してきた。俺や従業員は誇りを持っているんだ。前の担当の野中さんは、うちの工場を見るなり、これはどういう機械なのか、どういう時に使うのかと、興味津々だったが、野中さんが珍しかっただけなのだろう。俺は仕事だと割り切って桐谷に接することにした。桐谷は随分と偉そうに話す。俺がこんな工場を担当することになるなんて思わなかったよ。今は人手不足だから仕方ないんだけどな。と言い、自分は役員の息子なんだと言い始めた。そんな内部事情、俺にはどうでもいいのだが、桐谷は、俺には役員と同じような権限があるんだよ、と言っている。どんなリアクションをすればいいのかわからず、俺は適当にうなずいていた。
なかなか本題に入ってくれないので、話が途切れた隙に、俺は企画書を出し、こちらが新商品の企画書です。と口を開く。桐谷はむすっとした顔で企画書をペラペラとめくる。そして次の瞬間、くだらんなと言って、なんと企画書を破り捨てたのだ。俺が企画書を作ったのは特許技術を使った靴下だ。特許技術だけでなく、他の技術を合わせることで冬でも暖かさが保てる靴下を開発している。すると桐谷は俺を見下しながら、なんでこんなボロい工場と契約してるのかね、と言った。そして破り捨てた企画を靴で踏みながら、で、これ売れるの？こんな倒産寸前の工場に何ができるの？しかもうちみたいな大手に靴下を売り込むなんて頭悪すぎるだろ、と言う。さすがに俺は頭に来た。うちは全く倒産寸前なんかではない。むしろ特許を取ってからは業界内で知名度も上がり、業績は右肩上がりだ。工場の中は古いが、特に新しくする必要性が感じられないので昔のまま使っている。必要がある場合はその都度新調しているし何の問題もない。それなのになぜこんな馬鹿にされるような言い方を桐谷なんかにされなくてはいけないのだ。うちが倒産寸前だと言うんですか？俺は冷静に桐谷を見る。すると桐谷は笑った。こんなボロい工場が儲かってるとは思えんよ。うちが契約を切ったらどうなるかね。俺は口を閉じる。この人、うちの工場を下請けだと勘違いしているんじゃないか？そう思った瞬間、桐谷がニヤニヤと笑いながら、倒産寸前の三流とは契約中止な。今下請けの工場も精査しているところなんだ。こんなボロい工場があるとは思わなかったよ。生産数なんてたかが知れてるだろ。だったら他の大きな工場に任せる。だからお前のところとは契約中止だ、と言ったのだ。俺はカチンと来て、たとえ機械は古くても技術は一流です、と言い返した。ああ、三流じゃなくて四流だったか。四流工場のやつがお前みたいに生意気だとは思わなかったよ。せっかくうちみたいな大手と契約できていたのに残念だったな。お前さっき俺のこと睨んだだろ。下請けは言うこと聞いてればいいだけなのに、何偉そうに睨みつけてきてんだよ。偉そうなのは桐谷の方だし、こいつは何も分かっていないようだ。技術は一流だって言っているのに、わざわざ人のことをそんな風に言い直すあんたの方が四流だよ。思わずそう言いたかったが、ここでさらに言い返したら俺まで同じレベルになってしまう。そこで俺はうなずいた。わかりました。ではすべての取引は中止ということでよろしいですね。すると桐谷は腹を抱えて笑い出す。お前脅しのつもりか？うちはな、こんなボロい工場との契約を中止しても痛くも痒くもないんだよ。お前自分の立場分かってないんだな。ほらこれにサインしろよ。そう言ってカバンから書類を出してきた。契約を中止するという書類のようだ。こんなものまで用意してきたのか。そう思っていると桐谷は言った。さっき言っただろ、契約している工場の精査をしているって。必要ない工場は契約中止してこいって言われてるんだよ。そういうことか。だったら話は早い。俺はうなずいてその書類にサインをする。そして契約中止が確定となったところで、俺は桐谷に言った。社長を呼んで。何もわかっていないあなたじゃ話にならない。御社の売上1位商品の特許使用拒否するわ。すると桐谷は
ようやくニヤニヤとした笑いをやめる。は？俺は桐谷に今までの契約書類を見せる。まさか契約内容を確認せずにここに来て契約中止をしたわけじゃないですよね。そう言うと桐谷は慌てた顔で契約書類を読み始めた。うちが特許使用を拒否するということはどういうことかわかりますよね。俺が言うと桐谷はようやく理解したようで徐々に顔色を悪くする。ここから先は録画させてもらいますね。と俺はスマホで録画を始める。そして先ほどサインした契約中止の書類を見せながら、すべての取引を中止するということは、特許の使用も拒否するということです。あなたがこの書類を出してきたので、俺はそれに同意してサインをしました。これで取引は中止です。桐谷は顔面蒼白で、特許使用ってこんなボロい工場で特許を取ったというのか？と言った。俺は笑う。まあ、確かに必要のないものは新調していませんし、この建物自体は古いですけど、ボロい工場とまで言われる筋合いはないですね。桐谷は俺の顔と契約書類を交互に見ている。あなたはうちの工場を下請けだと言っていましたけど、思い込みって怖いですね。まあ、そもそも下請けなんて馬鹿にされたら、今後の契約を気持ちよく継続しようなんて思いませんけど。そう言うと、桐谷はもう顔面蒼白だ。社長に連絡してもらえます？と俺は桐谷に追い打ちをかける。すると桐谷は契約中止の書類をつかみ、それを破り捨てた。そして油汗をかきながら、冗談だよ冗談、これからもよろしく頼みますよと言い、逃げるように工場を出ていく。しかし今更冗談だなんて言ったところでもう遅いのだ。俺はすぐに今まで保留にしていた別の企業へ連絡をする。そこの担当者は喜び、1時間後にうちの工場に来てくれた。その企業からやってきたのは昔の担当であった野中さんだ。野中さんは会社の派閥争いに巻き込まれる形で定年前に自主退職を選ぶことになったらしい。あまり詳しいことは聞いていないが、再就職したのは当時のライバル会社である企業だった。そこに就職してからうちに連絡をしてきてくれたのだ。突然辞めてしまったことを報告してくれて、新しい会社でもぜひ取引をしたいと言われた。しかし、うちにも立場というものがある。今までの取引をすぐに中止して、ライバル会社と取引を開始するのはいかがなものか。その思いを野中さんに話すと、野中さんは納得してくれて。何か動きがあれば連絡をください。私がすぐに飛んでいきますので。と言っていた。だから俺は、桐谷が契約中止と言ってきたとき、いい機会だと思ったのだ。それに桐谷に企画書を渡した商品はうちの自信作だ。桐谷が拒否したのだから、これをどこへ持ち込もうと俺の勝手である。野中さんは約束通り飛んできてくれて、桐谷とのことを話すと難しい顔をした。野中さんによると、桐谷は役員の息子だからと優遇されていたが、実際に仕事ができるわけではなく、権力を振りかざすだけだという。まあ、その人間性は、あの少しの時間だけでも理解できた。野中さんに先ほどの企画書を渡すと、目を輝かせる。村山さん、これはいい商品です。ぜひ我々と一緒に商品化してくれませんか？と、野中さんは意気込んだ。するとそこへ取引先の社長が桐谷を連れて飛び込んできた。村山さん、これは一体どういうことですか？と社長が叫ぶ。俺は
先ほどの桐谷の行動を録画した動画と、桐谷が出してきた契約中止の書類をスキャンし、社長に送っていたのだ。それを見た社長が慌てて、家から戻った桐谷を捕まえたのだろう。どうって、お宅の桐谷さんが契約中止を申し出てきたので、うちはその通りにしただけですよ。冗談だったなんて言っていましたけど、書類にサインさせておいて冗談で済むはずないですよね。社長は顔面蒼白だ。特許の使用を拒否されたら、うちの商品は…と社長が唇を震わせながら言うので、俺は、作れませんね、と答える。そこでようやく社長は野中さんのことに気づいたようだ。君はうちの会社にいた、と言い、野中さんはうなずいた。以前はお世話になりました。しかし今はライバル会社の社員です。と笑う。社長と桐谷は驚いた顔をしているが、野中さんは続けた。村山さんの新商品の企画書をいただきに来たんです。これは絶対にヒットする商品ですので、うちで商品化できると思います。桐谷さんは本当に見る目がないんですね。その言葉に俺がうなずくと、桐谷が睨んできた。野中さんは、私は御社の売上1位の商品を開発するのに尽力しました。しかし、どうせ売れない、なんて言われ続け、社内のくだらない派閥争いのせいで自主退職に追い込まれたんです。結局、売上1位じゃないですか。会社として見る目がないようなので、今では退職してよかったと思っていますけどね。と言う。俺も続けて。そうですね。野中さんが担当だった頃は、一緒に商品開発できてよかったと思いましたが、後任が桐谷さんみたいな人じゃ、今後のお付き合いは控えたいですね。まあ、そちらの方から契約中止を言い渡されたんで、ちょうどよかったですけどね。と笑う。俺はもう一度念押しした。サインさせた契約書を破り捨てたからって、その内容が破棄になったわけではありませんからね。御社との取引は今後一切しませんので、お引き取りください。社長は、そこをなんとか、とすがりついてきたが、俺は冷たく言い放つ。そんなことを言っている暇があったら、社員教育でもした方がいいんじゃないですか？桐谷さんは、うちとの契約内容もまるで分かっていなかったようですし、何より工場のことをボロいだの狭いだの言って馬鹿にした。こっちにだってプライドがあるんですよ。社長はポカンとして俺を見る。どうやら社長も分かっていないようですね。それに、下請けだからいつ契約を切ってもいい、というようなことも言われました。工場の人間がいなければ、お宅の商品は作れないんですよ。それを、下請けだとか馬鹿にして恥ずかしくないんですか？桐谷は俺を睨みつけてくる。それがわからないのなら、御社の経営はこの先どうなるでしょうね。俺はそう言って笑った。すると社長はムッとした顔で、君にそんなことを言われたくない。と言い、同じくムッとした顔の桐谷を連れて出て行った。俺と野中さんは顔を見合わせて笑ってしまう。それから一ヶ月後、あの人気商品は在庫が底をつき品薄になった。そこで今回の騒動が表に出たのだ。うちの工場には週刊誌の取材が来たほど。取引のあった工場はうちと同じように下請けだと馬鹿にされていたらしく、次々と契約を拒否したという。おかげで商品を作れないという事態に陥ったらしい。もちろん業績は悪化。今では倒産寸前だ。すると社長と桐谷がまた工場にやってきた。二人で土下座をして、どうか契約をしてください、お願いします、と言ってきたが、俺は首を横に振る。自業自得ですよね。
万が一あなたたちの商品を作ってくれる工場があったとしても、もう以前のような売り上げは難しいですよ。他の企業もあの特許技術を使って同じような商品を生み出していますし、デザイン性のない御社の商品よりもっとおしゃれな商品も出てきています。そんな中で御社の商品が再び売上1位を取るというのは難しいと思いますよ。評判も最悪ですし、潰れるのは時間の問題かもしれませんね。そう言うと社長と桐谷は俺を睨みつけたが、俺は笑ったまま、二度とここへは来ないでくださいね。うちは新しい商品が売れていて忙しいですから邪魔なんですよ、と言い二人を追い出した。その数ヶ月後、あの会社は倒産。社長や桐谷がどうなったのかは知らないが、野中さんが街中で桐谷を見かけたらしい。随分とげっそりしていて、ホームレスのような格好だったというので、相当なダメージを負ったのだろう。うちの工場は野中さんの会社と開発したあの企画書の商品が大ヒット。他の企業でも特許技術を使った商品が増え、うちの工場は随分と潤っている。今は特許技術を改良し、新たな技術を開発中だ。父が引退する気はまだまだないようなので、俺は父を支えながらこれからも役立つ技術を開発していきたいと思う。お前、下請けの作業員か？俺が現場で作業をしていると、ニヤニヤした男に声をかけられた。はい、そうですけど。俺が答えると男は、しっかりやれよ。俺が現場監督で入った以上、失敗は許されないからな、と笑いながら言った。俺の名前は凌介。建設現場で働く40歳だ。妻と息子の3人で暮らしている。俺は子供の頃から工事現場を見るのが好きで、大きな重機が動くところや現場の作業員を見てかっこいいと思っていた。そのまま成長し、高校卒業と同時に俺は建設会社に就職。取得できる免許は片っ端から取って、今では重機に乗る姿を得意げに息子に見せている。凌介、今度の現場はここなんだが。社長に呼ばれて確認すると、付き合いのある大手建設会社の仕事だった。ここの現場監督はよく知っていて、俺も何度もお世話になっている。でも社長は難しい顔をした。今回は現場監督が違うみたいなんだよ。お世話になっていた現場監督は他の大きな現場に行っているらしく、いつもとは違う人が現場監督だという。とはいえ、そんなに現場の雰囲気は変わらないだろうと思っていた。しかし、俺が甘かったと思い知らされる。現場に入り作業をしていると、下請けの作業員か？と言ってくる男がいた。事前に挨拶はしているのに、わざわざ下請けとか作業員とか言ってくることに、なんだか悪意を感じる。失敗は許されないからな、とニヤニヤしながら言ってくるのは現場監督の松田だ。年の頃は50代といったところだろう。経験のある現場監督だろうから良かったと思っていたが、お前ら何やってんだよ。こんなこともできないのか。下請け業者なんだからしっかりやらないと仕事なくなるぞ、と俺たち作業員を見下してくる。今回の現場はタワーマンションの建設なのだが、松田は、自分で建てたマンションに住むなんてすごいだろ、と言ってきた。松田はこのマンションが完成したら購入する予定らしい。俺が現場監督を務めるんだから半額くらいにしてもらわないとな。まあお前たちみたいな作業員じゃそれでも買えないだろうけどな、と笑う。俺たちはムッとしながらも
松田の言葉を聞き流し、作業に没頭した。今は夏場だ。暑い中の作業で熱中症対策はしていたのだが、炎天下で長時間作業することは難しい。本来は現場監督が率先して熱中症対策をするべきなのだが、松田は自分ばかり日陰にいて、俺たちのことは放置だ。俺たちは多めに休憩を取り、順番に日陰で休んでいた。すると松田がやってきた。お前ら何してるんだよ、さっさと働け。怒鳴りつけられた俺はさすがに反論する。こんな暑い中で長時間の作業は無理です。作業員の熱中症対策をきちんとしてもらえませんか？前の現場監督はスポーツドリンクや塩飴を用意してくれたし、休憩も促してくれました。そこまでは望みませんが、せめて休憩の時間はきちんと取らせてくれませんか？他の作業員もこちらに視線を向け、うんうんとうなずいた。しかし松田はとんでもないことを言う。そんなの経費の無駄だ。嫌なら下請け業者を変えるぞ。さっさと持ち場に戻れ。業者を変えるとまで言われると、俺たち作業員のレベルでは現場監督に反論できない。ここで本当に業者を変えられてしまったら、会社に迷惑がかかるからだ。俺たちはギリギリの体力で作業をしていたが、ついに同僚の一人が熱中症で倒れてしまった。それを見た松田は、あろうことか笑い出す。最近のやつは本当にダメだな。さっさと代わりの作業員を入れろ。俺たちは松田の言うことを無視し、倒れた作業員を日陰に運んだ。真面目なやつだから具合が悪いと言い出せなかったか、作業に没頭しすぎて気づかなかったのだろう。俺は松田に救急車を要請したが、はあ？現場に救急車なんて呼んだら俺が悪いことになるだろう。さっさと返して休ませろよ、と言った。俺は頭に来て会社に電話をする。社長に事情を話すと、社長が救急車を呼ぶと言ってくれ、社長も現場に飛んできた。同僚は救急車で運ばれ、社長は松田に向かって激怒。熱中症対策もせずに救急車も呼ばせないってどういうことですか？松田は社長の言うことも鼻で笑う。あんたね、たかが下請け業者の社長でしょ？うちは大手建設会社。あんたと俺、どっちが偉いと思う？ここは俺の現場だから、俺が全て判断するんだ。それを隣で聞いていた俺は思わず口を挟む。その判断が間違っているから怒っているんです。松田は俺を睨みつけ社長に言った。下請け業者なんていくらでもいるんだ。別に他のところに変えたっていいんだからな。その言葉に社長は、いいですよ。だったらうちは引き上げさせてもらいますけど、と激怒。松田はまさかそんな返答が来るとは思っていなかったのだろう。少し戸惑った様子で、そうかとつぶやいた。俺はここぞとばかりに松田に言う。でも、今から別の下請け業者を探してやり直すなんて、間に合わなくなるんじゃないですか？まあ、その辺も現場監督の裁量でしょうけど。そう言うと松田は顔を歪めた。冗談だよ。仕方ないからお前たちを使ってやる。ほら、さっさと作業に戻れ。松田は自分の方が偉いんだと俺たちに見せつけたかっただけのようだ。でもうちの社長は従業員思いなので松田に噛みつく。きちんと熱中症対策もしてください。現場監督と作業員は対等ですよ。今までのような態度を続けるならこちらから契約を切らせてもらいます。いいですね。社長の気迫に松田も観念したのか、しょうがねえな、と怒鳴った。それから松田の態度は多少マシにはなったが、
今度は別の問題が起こった。予定にない重機が搬入されたので松田に聞いてみる。ああ、それを使うと早いんだよ。でもお前らは普段その重機使わねえか。俺は操作できるんだが、やっぱり無駄だったかもな。松田はそう言うので、俺は大丈夫です。使えますので、と言ってやった。確かに少し特殊な重機なので、松田は自分は扱えるんだと言いたかったのだろう。でも俺は大抵の重機は扱える。松田はそれを知らないのか、翌日も別の重機を搬入した。俺はそれを操作して作業をする。松田が俺を睨みつけていたのは分かったが、気にはしなかった。さらに翌日、あまり必要のない重機がまた搬入されていたので、俺は松田に言った。松田さんはこの重機扱えるんですか？すると松田はニヤニヤする。当然だろ。俺くらいになると扱えない重機なんかないんだから。ああ、やっぱりお前には無理だったが。明らかに俺を馬鹿にする目的だ。俺はため息をついた。いや、扱えますよ。でも今回の作業にこの重機は必要のないものですよね。正直、こんな経費があるなら熱中症対策にでも回してくれた方が助かるんですけど。次の瞬間、松田が俺を睨み大声を出した。下請けのゴミが意見するな！嫌なら契約終了だ！とっとと片付けて帰れ！その声に他の作業員も振り向く。俺は一息ついてから、契約終了なら今までの作業はどうなります？と冷静に言う。松田は激怒した。今までの作業なんて大して進んでないだろ。お前らのやったことはただの無駄。他の下請けに任せるから、お前のとことの契約はなかったことにする。は？従業員たちがそう声を出し、松田の周りに集まってくる。俺たちが汗水垂らしてやってきたものが無駄だって？こっちはあんたのせいで倒れた奴もいるんだぞ。作業員は口々に松田を責めるが、松田は、うるさい！とにかく契約終了だ！綺麗にしてとっとと帰れ！と怒鳴った。俺は他の作業員たちの前に出て、つまり、さら地にして他の下請けに任せた方がいい。そういうことですか？と言う。そういうことだな！松田は怒鳴った。俺は分かりましたと松田に背中を向ける。松田は俺の背中に向かって、やけに物分かりがいいな。もうお前のところとは契約しないから、社長にもそう言っておけ！と言った。作業員はざわついていたが、俺は松田の言葉は無視し、他の作業員に、よし、さら地に戻すぞ。こっち片付けて、あとその重機も使って。俺はこっちをやるから。と指示をする。作業員たちは俺の思惑が分かったのか、うなずいてすぐに作業に取り掛かった。俺は今日搬入された重機に乗り、片っ端からさら地にしていく。松田は俺たちの様子を見て一瞬ポカンとしたが、状況を理解したのか、俺たちの元へ走ってきた。おーおい、ちょっと待て！大きな声でわめいてはいるが、作業の音がうるさくて聞こえない。俺たちは松田を無視して、あっという間にさら地にした。よし、帰ろう。作業員たちは俺の言葉にうなずき、荷物を持って引き上げる。おい、待て！松田は後ろで騒いでいるが、誰も相手にしない。俺たちは会社に帰り、社長に報告をした。信憑性に欠けると思ったので、これ。俺は社長にボイスレコーダーを渡す。荷物の中に忍ばせていたんで、そんなに綺麗には撮れてないですけど、
証拠としては十分でしょう。同僚は、涼介、お前よくそんなもん持ってたな。と肩を叩く。俺って用意周到だろ？あの現場監督、まだ何か言ってくると思って、この間からボイスレコーダーを仕込んでたんだ。作業着には入れられないから、日陰に置いておく荷物の中に入れておいた。あいつはあの日陰からほとんど動かなかったから、十分な証拠になったよ。俺はそう言ってにやりと笑った。社長は俺たちをねぎらい、申し訳なかったと頭を下げる。そして社長は俺に、ところで本当にさら地にしたのかと戸惑いながら聞いてきた。その言葉に今まで笑っていた他の従業員は沈黙したが、俺は笑って大きな声ではいと言う。涼介はいつもやりすぎなんだよ。社長は呆れた顔をしたが、でも現場監督に指示されたのでと俺がはっきり言うと、他の作業員もうなずく。翌日、松田が上司に連れられてうちの会社に来た。松田の上司は半信半疑のようで、確認のために来たという。俺は現場の人間として社長から同席するよう言われ席に着いた。先方としてはうちの仕事を信用して任せたので契約終了は困るが、現場監督が悪いのか作業員が悪いのか一度はっきりさせたいと思っているようだ。松田は、下請け業者なんて山ほどあるでしょう。別にここじゃなくてもいいんじゃないですかとふてくされている。女子は、松田が作業員の皆さんを怒らせたというのは分かっているのですが、本人の話だけでは信憑性が低く、何があったのか双方の話を聞きたいと思いまして、と言うが、松田は口を挟んでくる。だからここの作業員は俺の指示を聞かなかったんだ。しかも勝手にさら地にしたんだぞ。俺に非はない。見た目からして松田の上司は松田より年下のようだ。だから松田もこんな態度なのだろう。だいたい休憩ばかりで働かない作業員なんだから、他に変えた方がマシだ。松田はそう言い放った。俺はその言葉にムッとする。お言葉ですが、休憩ばかりなんていうことはありません。あれは現場作業で必要な最低限の休憩です。あなたはそれすらも許さないと言うんですか？だからうちの作業員が倒れるんですよ。救急車で運ばれたのを忘れたとは言わせませんよ。俺が思わず語気を強めると、上司が驚いた顔をした。すみません、救急車というのは。どうやら知らなかったようだ。松田が報告しなかったのだろう。俺はその時の状況を事細かに説明した。搬送された方は大丈夫だったんですか？女子は慌てて聞いてくるが、幸いにも同僚は軽い熱中症ですぐに帰宅できたと言うと胸をなで下ろす。俺は、そんな報告もしていなかったんですか？あなたは一人でずっと日陰にいて、好きな時に飲み物を飲んでいましたけど、こっちは炎天下での作業ですよ。熱中症対策も何もなく、ただ作業しろなんておかしいでしょ。と言った。松田は聞く耳を持たずため息をついてそっぽを向く。社長はようやく口を開く。うちとしては、そんな現場に作業員を出すわけにはいきません。そちらから契約終了だと言ってきたので、そうしていただいても構いませんよ。上司は慌てて頭を下げるが、松田はそっぽを向いたままだ。俺は続けて、何があったか、私が話す内容では信用できないでしょうから、こちらを聞いてもらえますか？と言い、ボイスレコーダーを出す。その瞬間、松田の顔色が変わった。なんだそれは。俺は松田の言葉には構わず再生する。
ボイスレコーダーからは松田の罵声が流れ、契約終了すること、さらちにしていいことも松田の声で流れた。お前、こんなものを仕込んでやがったのか、卑怯だぞ。松田は俺を罵倒する。しかし俺は言った。自衛のためです。そして俺は上司の方へ向き直る。ところで、毎日のように大きな重機が搬入されていましたが、あれはなぜでしょうか。すると上司は首をかしげ、え、作業員の方から要望があったと松田から聞いていますが、と言う。俺は笑った。そんなことないですよ。あの規模の現場にあんな重機入れるなんて聞いたことない。重機が来るたび、自分はこの特殊な重機を扱えるって言ってましたけど、もしかして松田さんが自慢したいがために入れていたんですか？松田は俺を睨みつける。図星だからだ。うるさい！お前に何がわかるんだ！松田は机をドンと叩いた。そして上司に向かって。で、どうするんだよ！お前が責任者だろ！早くこんな会社との契約切って、他の下請けを用意しろよ！と言う。上司はため息をついた。そうですね。その言葉に松田はにやりとする。しかし次の言葉で松田の顔色は青くなった。契約を切るのは松田さん、あなたの方ですね。前回の現場での評判も良くなかったし、もう契約終了です。上司ははっきりと松田にそう言った。はぁ？松田は大声を出したが、俺は笑いがこみ上げる。松田さん、偉そうなことばかり言って、自分が契約終了ですか？これじゃあ、あの高級マンションを半額で購入する話も台無しですね。上司は俺の言葉に、え？半額なんて話ありませんよ？と反応した。俺がやるんだから半額くらい当然だろ？俺が作るんだぞ。松田は何を勘違いしているのか、横柄な態度は変わらない。俺は笑った。松田さん一人の力で作るとでも思ってるんですか？現場監督にそんな権限ないでしょ。すると松田の上司も社長も一緒になって笑い、作業員を見下す現場監督なんて必要ないんだ。あなたは現場監督を辞めた方がいいですね、と言った。松田は真っ赤になって、ふざけるな！こんなところこっちから辞めてやる！と言い、事務所のドアをガラッと開ける。そこには作業員たちが立っていた。同僚が口を開く。せめて一言、謝ってほしいんですけど。みんなで松田を睨みつけると、最初は睨み返していた松田も次第に小さくなった。申し訳なかった。つぶやくような声で謝罪する。そして作業員たちにも笑われながら事務所を後にした。その後、あの現場に俺たちは戻り、他の現場が終わったからといつもの現場監督が来た。作業はほとんど最初からにはなったが、現場監督は熱中症対策も万全にしてくれて、俺たちの作業は順調に進む。現場監督から聞いた話だと、松田は本当に契約終了になり、悪い噂が広まったそうだ。同業での雇い先もなく、路頭に迷っているらしい。さて、そろそろ現場の仕事が終わる頃だ。完成したら、これは俺が作ったんだ、と息子に自慢しようと思う。そんな遥か昔の企画、俺は知らん。わざわざ取引先に足を運んだのに、新しく部長になったこの男は、俺にそんな言葉を放った。嫌な予感はしていたが、まさかこんなことになるとは。だったら、こっちにも考えがある。俺の名前は庄司。
靴下メーカーを営む55歳だ。昔はデザイン重視の靴下を製造してきたが、安価で様々なデザインのものが多く出てきてから、うちの売り上げは落ち込み始めた。そこで目をつけたのが、作業用の靴下だ。警備員や作業員の人たちは、夏は暑く、冬は寒い。こういった人たちの力になりたいと、履きやすく快適な靴下を開発してきた。これを思い立ったのは、俺の同級生の近藤が、作業着を扱う企業で働いていたからだ。近藤は部長で、うちの担当になってくれた。そのおかげで、うちは販売ルートも安定していたし、売り上げも維持できていたのだ。ある日、近藤からこんな話を持ちかけられる。庄司、今の製品、好評ではあるんだけど、消費者の声を聞くと、もっと消臭に優れているといい、というのが多いんだ。新しい製品を開発できたら、もっとターゲットも増えると思うんだけど、どうかな？近藤はこうして、お客さんの生の声を教えてくれる。それは俺たちにとって、一番大切なことだ。俺は、近藤の言葉を頼りに、これまでも開発をしてきたし、近藤が俺を裏切ったことなんて一度もない。近藤は、庄司のところの製品のおかげで、俺の株も上がってるよ、と笑ってくれるし、俺たちは良きビジネスパートナーだったのだ。そして俺は、近藤の言葉を頼りに、新しい製品の開発に取り組んだ。しかし、これがなかなか難しい。近藤は自分の仕事が終わった後に、うちの工場に来て意見をくれることもあった。もう少しなんとかなりそうだ。次はこうしてみたらどうだ。という議論を遅くまでしたこともある。どうせやるなら、とことんやってやる。俺はそう思って、普段の仕事をしながらも、新製品の開発に力を注いだ。そして、三年の月日が経ち、ようやく試作品が完成するという頃、なんと近藤から驚くべきことを告げられた。肩を落としてうちの工場にやってきた近藤は、自分がリストラされたと報告してきたのだ。近藤がクビ？なんで？半年ほど前に社長が代替わりし、経営陣が一新したとは聞いていたが、まさか近藤がリストラなんて。聞けば、古い体質は排除すると、長くいる社員からリストラ候補になっていたのだという。近藤は部長だし、後任がいなかったので逃れていたそうだが、部長候補が見つかったからか、リストラになったそうだ。新しい部長は加藤というやつだ。挨拶に来るように引き継いだから、近日中に連絡が来るはず。新製品を開発していることも、それが完成したら販売することも、すべて加藤という人に引き継いだといい、近藤は青い顔で帰っていった。俺はもっと話を聞いてやりたいと思ったのだが、今の近藤には何も言えなかったのだ。とにかく今は、試作品を完成させることを急ごう。それから一週間。試作品は完成したのだが、新しい担当者からの連絡は一向に来なかった。俺は挨拶と試作品が完成した報告をしようとアポを取ることにする。会社に電話をして加藤につないでもらうと、なんだか不機嫌そうな男が電話に出た。ああ、近藤から聞いてる件だな。近藤によると、歳は俺たちより少し下だと聞いていたが、どうしてこんなに偉そうなんだ。近藤さんから連絡をいただけると聞いていたのですが、俺はなるべく下手に出たのだが、ああ、いろいろ忙しくてな、と上から目線で返される。しかも、試作品ね。別にうちはそんなのなくていいんだが、一応見てから判断してやるか。あさっての10時に持ってきて、と言われたのだ。は？
なんだその態度は。と言いたいのをぐっとこらえて、わかりました。と電話を切った。俺は悩みながらも近藤に連絡をする。電話に出た近藤は、思った通り、まだ落ち込んだ様子だ。しかし、俺が加藤のことを話すと、近藤は激怒した。あいつ、庄司のことは重要な取引先だと説明したのに、どうしてそんなことを。近藤は落ち込んでいる場合じゃないと言い、すぐにうちの工場にやってきたのだ。そして、試作品を見せてほしいという。俺は喜んで近藤に渡すと、近藤はその出来に感激した。これだよ。消費者が求めるレベルはこれなんだ。ここまでのものにするのは大変だっただろう。俺は単純にその言葉が嬉しかった。これなら加藤も心を入れ替えると思うが。近藤はそう言ったが、次の瞬間に苦い顔をする。新しい経営陣は、どうやらデザイン重視の商品を売り出しにかかろうとしている動きもあったし、そもそも加藤にこの試作品の良さがわかるのか。確かに電話で話しただけだが、加藤は俺の話すらまともに聞いてくれないんじゃないかという雰囲気だ。近藤は俺に、一つ提案があるんだが、と言い出した。いつもの堂々とした近藤の姿だ。俺は少し安心して、近藤の話を聞くことにした。その二日後、俺は加藤を訪問した。応接室に通されたものの、なかなか加藤が現れない。ようやく来たのは、指定の時間から20分が過ぎた頃だった。自分で指定しておいて、何の連絡もなく遅れるなんて。俺はどんどん不満が募る。なるべく顔には出ないように平静を装い挨拶をした。はじめまして。すると加藤は、ああ、そういう挨拶はいいから、要件だけ話して。あんたと違って俺は忙しいんだよ。と言い始める。なんせうちは経営陣が新しくなって経営方針も変わってね。新しい取引先にも挨拶に行かないといけないし。あんたみたいな古い人間が作る商品は、うちにはもう必要ないんだよね。加藤は早口でまくしたてた。俺は頭に来ながらも、なんとか抑えて口を開く。試作品を見ていただけるというので、お持ちしました。そう言って試作品を出すと、加藤はそれを手に取って鼻で笑う。で、これの何が新しいわけ？見た目は普通だな。性能は？どんな価値があるの？俺は書類を出して説明しようとした。特殊な加工を施してあるため、説明するための資料はかなり分厚いのだが、それを見た加藤は明らかにぎょっとする。そして、そんなの聞いている時間はない。一言で教えろ。と言ってきた。俺が、消臭効果が優れているんです。と言うと、加藤は鼻で笑う。消臭効果があるってだけ？そんなの他の製品でもあるでしょう。あんた、そんなものの開発に3年もかけてたんだって？そんなものという言葉に、俺は怒りが爆発しそうだった。しかも、そんな遥か昔の企画、俺は知らん。とまで言い出した。俺は無意識に反論してしまう。この製品は他社の製品とは違います。3年かけて開発した価値はあります。すると加藤は笑い出した。そう思ってるのはあんただけでしょう。3年だぞ3年。仕事が遅いんだよ。時代遅れの老人の工作はいらん。こいつ、本気でそんなことを言っているのか。だったらこっちにも考えがある。自分がいかに無能か、思い知ればいい。俺は加藤に念を押した。本当にいいんですね。
加藤は笑ったまま、ああ、問題ない。黙って帰れ。と言った。言われっぱなしでは、俺も気が済まない。それに、既存の取引も中止した方が、こっちも後々都合がいい。そう思って、俺は喧嘩をふっかけた。それが取引先に対する態度ですか？経営方針が変わったかなんだか知らないけど、今までの取引先にそんな態度取るなんて、あんたこの仕事辞めた方がいいですよ。そもそも、あんたの都合で時間を指定しておいて、何の連絡もなしに遅れてくるし、謝罪すらないって、どういうことだよ。この試作品の価値もわからない無能な奴とは、うちだって取引したくないね。もう二度とあんたのところとは取引しないから、今までの取引も中止だ。すると加藤は怒りをあらわにした。なんだと？お前のところの取引なんて、うちはいつ中止してもいいんだ。だったら今すぐ中止にしてやる。後悔しても知らないからな。そう言われたが、俺は涼しい顔で。わかりました。では、取引は中止しましょう。書類は後で送ってください。早急にお願いしますね。と言い、立ち去った。工場に帰ると、近藤が待っている。俺は近藤にすべてを話すと、やっぱりそうなったか。無能すぎるな。と近藤はにやりと笑う。俺もうなずいて、あそこまでひどいとは思わなかった。あの会社、あんなのが部長で大丈夫なのか？と言うと、近藤は笑った。新しい経営陣は時代を先取りするんだとか言って、デザイン重視の商品に切り替えようとしているみたいだけど、機能性は二の次と言い出したんだ。その時点で終わってるんだよ。作業着を扱うメーカーなのに、機能性を二の次にしてどうするんだ。社長が変わった時点で、俺も気づくべきだったな。リストラされてショックで落ち込んでいたけど、庄司のおかげで現実を見ることができたよ。ありがとう。俺はその言葉に少し照れくさくなる。何言ってるんだよ。それにここまでお膳立てしてくれたのは近藤だ。さあ、次の計画に移ろう。そう言って俺は、近藤がアポイントを取ってくれたところへ営業に出かけた。数日後、加藤から取引中止の書類が届き、手続きを終える。こういうところは仕事が早いんだな、と感心してしまった。書類が届いた旨を加藤に連絡すると、うちと取引中止するなんて、お前の貧乏工場はいつ潰れてもおかしくないな、と笑われたので、大丈夫です。お宅もそうならないように気をつけてくださいね。と言ってやった。加藤は鼻で笑っていたが、この時はこの後どうなるかなんて予想もしていなかったのだろう。俺だってまさかそこまでのことになるとは思っていなかったのだ。実はあの日、加藤のところから戻ってきた後すぐに、俺は近藤がアポイントを取ってくれた会社に試作品を売り込みに行った。そこは業界一位の企業で、近藤は今までのパイプを駆使して何とかアポイントを取ってくれたのだ。そこの担当者は試作品と資料を見て感心してくれ、俺の説明を聞くとさらに目を丸くした。これは素晴らしい商品ですね。そう言ってくれて、話はトントン拍子に進んだ。すぐに商品化され、機能性も良く、消臭にも優れていると話題になった。消費者の声に合わせて、サイズ展開を増やしたり、色を増やしたり、あとはわずかな改良で飛ぶように売れていく。3年かけて開発した甲斐があったというものだ。庄司、やったな、と近藤が声をかけてきた。ちなみに近藤は今、うちの社員として働いている。うちみたいな工場に誘うのは気が引けていたのだが、近藤に話したところ、
ぜひにというので、近藤の力を借りることにしたのだ。新商品を売り出してから半年、販売ルートも増え、生産数が増えたので、うちは従業員を増やし、大量生産を行っている。するとそこへ、見慣れない人物がやってきた。従業員に呼ばれて出て行くと、その後ろには加藤の姿がある。どうやら社長が加藤を連れてやってきたようだ。でも、今更何の用だ。俺は中に通す気にもなれず、工場の外で話を聞くことにした。ご用件は、と言うと、挨拶をした社長がいきなり土下座を始める。どうか、御社との取引を再開させていただけないでしょうか。あまりの勢いに引いてしまったが、とりあえず事情だけは聞くことにした。社長は、経営方針を変えたら売り上げが低迷し、今何とかしないとまずい状況だという。そして、他の企業では、うちの商品を売り出しているところが多く、詳しく調べると、もともとは取引があったとわかり、担当を引き継いだ加藤に話を聞いた。すると、加藤が取引を中止していたことがわかったという。俺は、ええ、そうですね、とだけ答えた。社長は俺に頭を下げて、どうか、取引を再開させていただけませんか。と必死に言ってくる。しかし俺はその後ろでそんな社長を冷めた目で見ている加藤の方が気になったのだ。俺は社長に言った。加藤さんが俺にどんな言葉をぶつけたかご存知ですか。俺は最初に試作品を御社に持っていきました。なのに加藤さんはろくに商品も見ず説明も聞かず、そんなものと言ったんですよ。そんなものの開発に3年もかけたのかと。この価値がわからない企業とは取引はしません。するとようやく加藤が口を開く。あの時はあんな商品がここまで売れるとは思っていなかっただけだ。うちと取引すればアパレルとのコラボも用意する。アパレルとコラボすればデザインも兼ね揃えられるし、普段とは違う客層にもアピールできる。そうすれば売り上げはさらに倍増するはずだ。双方にとってメリットはあるだろう。社長はうなずいているが、俺はため息をつく。あなた、お願いに来ている立場じゃないんですか？すごい態度ですね。うちがアパレルとのコラボなんかに飛びつくとでも。というか、すでに別の企業からアパレルとのコラボの依頼があり、もうすぐ商品化しますよ。俺に仕事が遅いって言ってましたけど、本当に仕事が遅いのはどっちでしょうね。加藤は俺を睨んだ。社長は顔色を悪くしながらも、また頭を下げてくるが、俺はこの社長も気に入らなかった。そもそも方針が変わったと言っていましたが、作業着を扱う企業が機能性を無視してデザイン重視って本末転倒じゃないですか。それに優秀な人材をリストラして部長にしたのがこの人なんて、その時点で会社としてもどうかと思いますよ。あなたはリストラする人材を間違えたみたいですね、と社長に言う。社長はどういう意味だというような顔をしていたので、俺は言ってやった。近藤をリストラしたんですよね。今近藤はうちの社員として働いていますが、彼がいなければここまでの売り上げにはなっていません。近藤みたいな優秀な人材をリストラするなんて信じられませんよ。するとそこへ、営業に行っていた近藤が戻ってきて、ちょうど聞かれてしまったことに俺は少し恥ずかしくなった。社長は青い顔をしながら近藤の方を振り返ると、お前、ここに就職したというのか。
うちへの果てつけか?と言う。それを聞いた近藤は笑った。何言ってるんですか?クビになった俺がどこで働こうと関係ないでしょ。俺は、ここの商品が素晴らしいから、いろいろなところに売り込みたいと思った。あんたたちはそれを見抜くこともできなかった。ただそれだけです。こんなことならもっと早く会社を辞めて、庄司のところで働いていればよかったと思いますよ。ここは、それくらい素晴らしい商品を作り出しているんです。それを聞くと照れくさかったが、近藤の気持ちが嬉しかった。俺は社長と加藤に向かって、うちがオタクと取引することは今後一切ありません。お引き取りください。と言うと、こちらを睨みつけながらも帰っていく。俺は近藤と顔を見合わせて笑った。それからしばらくして、近藤のいたあの会社は倒産したという。あの状況なら、やり方次第ではまた再起できるだろうと思っていたけど、新しい経営陣は揃いも揃って無能だったということか。近藤の情報によると、他の取引先にも次々と契約を取りやめられたそうだ。あの社長の土下座も正直言ってうさんくさかったし、土下座をしていても誠意は感じられなかった。そういうところが倒産の原因かもしれない。うちはアパレルとのコラボ企画も順調で、今は新たに商品を開発しているところだ。こんな忙しい日々を送るなんて思ってもいなかったけど、今はとても充実している。これからも消費者の声に寄り添えるいい商品を作っていきたいと思う。お前が社長?その男は俺を取引先の社長だとは知らずに見下し、熱々のコーヒーをぶっかけた。男は真実が分かって怯え始めたが、もう遅い。俺の名前は村中。地震対策の特殊な装置を作っている会社の社長だ。日本は地震大国だから、外国よりも建築基準が厳しい。建物の地震対策としては大まかに、耐震構造、免震構造、制震構造がある。耐震構造は建物の壁や柱、梁などを補強し、地震の揺れに耐える設計のことだ。最も低コストだから、一般の住宅に多く使われている。制震は揺れを吸収し、免震は揺れをほとんど感じなくさせる技術だ。免震構造が最高だとされているが、とにかく費用が高く一般の住宅向けではない。制震構造は性能、費用ともに耐震と免震構造の中間で、建物の構造部分に特殊な制御装置を設置し、地震の揺れを吸収させる。うちの会社は住宅建設の会社と組んで、一般住宅や5階程度のビル向けに免震と制震のいいところを合わせた特殊装置を販売しているのだ。今日俺は取引先の現場へ部下の阿部と共に視察に来ていた。阿部はスーツ姿、俺は作業着姿だ。これには理由がある。現場の視察で必ず成果を得るためだ。視察をするということは取引先の相手の時間を拘束し、自分の時間も消費する。人件費に出張の旅費、土産代など、それなりに費用がかかるのだ。ビジネスとしてこの費用を確実に利益へと変えなければならない、と俺は思っている。だから俺は現場の隅々まで見るつもりで作業着姿なのだ。担当の阿部がスーツ姿なのは、今までの経験から一人はきちんとした格好でないとうさんくさく思われるからだ。これから担当者として現場に顔を出すのは阿部だし、俺はこの視察で問題点を炙り出したら、あとはほとんど現場に来ない。取引先の担当社員の新立さんや、何人かの正社員は、俺が社長だと知っているが、
むしろ現場の作業員たちは取引先の担当者が連れてきた技術者くらいの認識がちょうどいい。取引先の社長だとわかるとありのままの姿を見せてくれなくなるからだ。というのも現場では正規の安全手順を守らず、慣行的に簡単な方法で作業を行っていることがよくある。作業員がどのくらい熟練しているのか、勤務態度はどうか、普段の作業手順を見てうちが取り扱っている装置をきちんと手順通り設置できそうか、今回の視察で見極めて、それから俺はこの取引先と大口契約を結ぼうと考えていたのだ。視察は朝から行っているのだが、俺も阿部もあちこち回ってみるにつれ、自然と顔が険しくなっていった。11時過ぎになって新立さんが俺たちを作業員たちの休憩所へと案内してくれた。すみません、ちょっとこちらで休んでいてもらえますか？別の現場でトラブルがあったそうで、新立さんは先ほどから何度も電話を受けていたのだ。休憩スペースは建設現場によくあるプレハブ小屋で、大きな保冷ケースがあり、テーブルにはコーヒーメーカーなどが置かれていた。社長、どうしますか？どう考えてもおかしいですよね。そうだな。悪いが、このメモの内容を至急調べてほしい。俺は視察しながら走り書きしたメモを阿部に渡す。阿部はうなずいた。では、一度車に戻ります。頼んだぞ。阿部が行ってしまうと、俺は休憩所で一人になる。新立さんも阿部もなかなか戻ってこないので、コーヒーでも飲もうかと考え、コーヒーを入れる。ちょうどコーヒーができた時、スーツ姿の若い男が入ってきた。その若い男はドカッと椅子に座ると俺に向かって、はぁ、疲れた。お前そのコーヒーを俺に起こせ。と言ってきた。え？俺は驚いてコーヒーを見つめる。ほら、早くよこせよ。まだ口つけてないんだろ。俺は固まってしまった。普通に頼まれたのならコーヒーを渡してやってもいいのだが、こんな態度の男に渡したくない。お前うちの作業員なんだろ。俺が誰だかわからないのか？イライラしたように若い男が言う。俺だよ俺、翔太。初対面なのでわかりません。はぁ？他の作業員から聞いてないのか？鈴木部長の息子だ。ここの現場は俺の親父が仕切っているだろ。だから息子の俺が外回り中、様子を見に来たんだ。はぁ。むしろ自分の父親から取引先の視察が来ることを聞いていないのか？俺は内心呆れていた。鈴木部長の息子さんですか。私は、態度が大きいし、コネ入社なんだろうな。とにかく俺は取引先の人間だと伝えよう。そう思って口を開いたら、翔太に遮られた。いいから早くくれよ！喉が渇いているんだ！だったら水の方が、は？何？俺に水を飲めって言うのかよ！喉が渇いているんでしょ？熱々のコーヒー飲めます？煽ったつもりはなかったのだが、翔太はぶち切れた。お前ふざけんなよ。作業員ごときが俺に意見するなんて。意見ではなくてアドバイスなんですが、それから私は御社の社員ではありませんよ。取引先の人間です。それなのにそんな口調を。俺は誤解を解こうと穏やかに伝える。ってことは下請けか。下請けのくせにうちの休憩所で休むなんて何考えているんだよ。翔太はまた途中で遮り、俺の話を聞こうともしない。お前みたいな作業員風情が俺に意見を言って休憩所で勝手にコーヒーを飲むなんて言語道断だ。お前ら作業員はあくせく働いてればいいんだ。埃まみれ、汗まみれだな。って、お前妙に綺麗だな。作業着が全然汚れていない。翔太はじろじろと俺を見る。俺はようやくブチギレモードから静まったことに安堵した。
これで少しは俺の話を聞く気になるかもしれない。それはそうでしょう。そもそも私はですね。なんだと？作業員たるもの、真面目に働けよな。また話を遮られ、さすがに俺はムッとした。そういうあなたは何ですか？営業ですか？そちらこそコーヒーくらい自分で入れたらどうですか？この野郎！俺の言葉にまた翔太はカッとなった。俺の手からコーヒーを奪い取ると、熱々のコーヒーをぶっかけてきたのだ。至近距離だったからコーヒーは俺の上半身、首から胸にかけて広範囲にかかった。熱々のコーヒーが上着に染み込んでいく。何するんだ。俺は驚きながらも、なんとか上着を脱いだ。何って、作業着を汚してやったんだよ。やっぱり底辺の人間は、汚く染まった作業着がお似合いだな。翔太は悪魔のような顔でせせら笑った。ちょうどその時、話し声が聞こえた。新立さんと阿部が一緒に談笑しながら戻ってきたのだ。村中社長、大変お待たせし。新立さんが笑顔で俺に話しかけて途中で固まった。社長、何があったんです？阿部も驚いて叫んだ。え？社長？お前が社長？俺は翔太を無視し、新立さんに、社長にグループ12社の取引、全契約中止と伝えておけ。理由はこの状況を見ればわかるだろう。と言ってやった。さすがに、コーヒーをぶっかけられて冷静ではいられなかった。そして翔太に向き直ると、さっきから、君は私を下請けの作業員だと勘違いしているようだが、私は作業員ではない。これから君は自分のしでかしたことを償ってもらおう。とだけ告げる。やっと言えてすっきりだ。エマ、待ってください、村中社長。今タオルをお持ちしますから、全契約中止は困ります。とにかく何があったか教えてください。新立さんがパニック気味に叫んでいるが、俺は首を振った。タオルはいらない。とにかく、今日は失礼するよ。ご覧の通りコーヒーまみれでね。鈴木部長の息子の翔太くんから、熱々のコーヒーをかけられたんだ。火傷をしたのか、ヒリヒリ痛むから病院へ行くよ。新立さんは、ヒュッと息を飲んだ。翔太は真っ青な顔で、え？社長？そんな、バカな。俺、もしかしてやべえことしちゃった？などと、ぶつぶつつぶやいている。阿部はそんな翔太を睨み、つかみかからんばかりだ。阿部くん、行こうか。俺が声をかけると阿部は、はい、すぐに病院へ行きましょう。と、キビスを返した。こうして俺たちは念のため病院へ向かった。病院へ行くとかなり時間が潰れるので嫌になるが仕方ない。途中コンビニでタオルや替えの T シャツを買って着替える。病院で事情を話すと診断書を書いてくれることになった。その病院では診断書代が4000円もするらしく、結構高いもんだなぁと驚いてしまう。結局俺たちが会社に戻った頃には日が暮れていた。俺のことを心配して待っていてくれた秘書から、新立さんが謝罪に来たと連絡を受けた。新立さんは、また改めて明日、社長と共に謝罪に伺いたい。と言っていたそうだ。翌日、取引先の遠藤社長、鈴木部長、新立さん、そして、おどおどした翔太がやってきた。鈴木部長は初対面だったが、なるほど、親子だなぁというくらいには翔太と似ていた。
俺は遠藤社長たちを応接室へと通す。そして、俺と阿部、それからうちの顧問弁護士の先生と一緒に席に着いた。すみません。こんな大会社の社長だとわからなかったものですから、本当に反省しています。大変申し訳なく思っています。翔太は打って変わって低姿勢だ。卑屈なくらい大げさに謝罪してきた。うちの社員の鈴木翔太が、村中社長に大変な無礼を働きまして、誠に申し訳ありませんでした。取引先の遠藤社長も鈴木部長も新立さんも次々に謝罪する。翔太はこちらで徹底的に教育し直しますので、どうか契約の中止はお考え直しいただけないでしょうか。遠藤社長はそう続けたので、顧問弁護士の先生がこほんと咳払いをした。ちなみに翔太君に対してどのような処分をお考えですか。俺は冷たく聞いてやる。処分ですか？遠藤社長は驚いたように目を瞬かせた。鈴木部長と翔太も顔をこわばらせる。新立さんはちょっと困ったような顔だ。まさか今こうやって謝って注意してはい終わりじゃないでしょうね。阿部が口を挟む。村中社長は鈴木翔太さんから熱々のコーヒーをかけられています。これは傷害罪に該当しますよ。顧問弁護士の先生が静かに言った。顧問弁護士の先生に事前に聞いたのだが、かけられたのが水なら暴行罪だったそうだ。今回かけられたのが熱々のコーヒーで、軽度とはいえ火傷をした。だから暴行罪よりも重い傷害罪になると言われたのだ。傷害罪は刑法第204条において15年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。懲役とか罰金とかそんな大げさな。弁護士の言葉に驚き翔太がつぶやく。俺はまたカチンときた。大げさ？普通の人は他人に熱いコーヒーをかけようなんて考えもしないんですよ。俺がそう言うと、翔太の父親である鈴木部長が、翔太を肘でつついて黙らせようとしたが止まらない。でも、社長なら社長だとさっさと言ってくれたら、俺だって勘違いしなかったんですけど、社長なら作業着じゃなくてスーツ着てるでしょ。翔太はへりくだりつつも、口答えをしてくる。ぎょっとしたように遠藤社長や新立さんが翔太を見た。鈴木部長はこの場でそっとしそうなくらい真っ青だ。さっきから聞いていればその態度はなんだね。作業員だったらコーヒーをかけても良いというのかね。自分がやったことを本当に反省しているのか。俺がきつめに言っても翔太はもごもごと言い訳をする。だって、やけどだって大したことないし、ちょっと服を汚したぐらいでしょ？そうでしたね。衣類を汚していますから。器物損壊罪が成立する可能性もありますよ。すかさず、弁護士が口を挟んだ。でも、所詮作業着じゃないか。大げさですよ。ちょっとカッとなっただけだし、多めに見てくださいよ。それにほら、ドラマとかで、水をかけるシーンよく見るでしょ。鈴木部長が肘で翔太をガンガンつついているが、やはり翔太は止まらない。最後には鈴木部長が諦め、頭を抱えてうつむいた。ドラマと現実を一緒にされてはね。それから翔太君は口先だけの謝罪だということがよくわかったよ。俺は冷たい目で取引先の一同を見る。重ね重ね大変申し訳ございません。教育ではどうにもなりそうにありませんので、厳しい処分を下したいと思います。実は鈴木部長も翔太君も私の親戚でして、つい甘くなっていました。
遠藤社長はがっくりとお頭を垂れ、新立さんも深く頭を下げる。遅れて鈴木部長も翔太を押さえながら頭を下げた。しばらくして遠藤社長は顔を上げると、では鈴木翔太を処分すれば契約は継続していただけますよね、と言いすがるような目で見てきた。俺は腕を組んで阿部に合図をする。阿部はすぐに書類を出してテーブルに並べた。実は翔太君にコーヒーをかけられる前からちょっと気になる点をいくつか発見しましてね。どうも図面と実際の施工がずれている気がしたんですよ。建築を学んだ人間なら図面を見なくてもこの位置にはこのくらいの強度の柱が必要だとか、この高さの建物なら壁の厚みはこのくらいだとか、ざっくりとした知識があるものなのだ。俺も阿部も事前に見せてもらっていた資料と実際の施工に違いがあることに視察中気づいていた。ええ。俺が説明すると遠藤社長は驚いて黙り込んだ。この指摘は想定外だったのだろう。翔太は何も分かっていないような顔をしているが、遠藤社長と新立さんと顔を見合わせ、鈴木部長はさっと顔をそらした。何か事情を知っているのだろう。どうやら御社は内部に大きな問題を抱えているようですね。どこの現場も少しぐらいは法律を逸れた独自ルールがあるものですけど、ちょっと度を越していますね。正直に言えばこの問題は現場でどうこうできるレベルではない。俺も阿部も遠藤社長が何かしら知っていると思っている。組織ぐるみで手抜き工事をしているはずだ。ただこの場では白を切ることを選んだのなら、まずはそれでもいい。後で叱るべきところに通報するだけだ。うちの装置はメンテナンスが不要であること、地盤の弱い土地でも使えることが特徴です。裏を返せば定期的な点検がいらないから、最初に手抜き工事などの重大な問題があれば地震が起きて被害が出るまで気づけないんですよ。それなりに費用がかかるからこそ最大限の効果が得られるように最も効果的な場所に装置を設置する必要があるんです。図面と実際の施工が違っていたら装置の意味がなくなってしまいます。遠藤社長がなぜここまでうちと契約をしたいのかもちろんわかっている。地震対策の最新設備を設置できるとなれば他の住宅メーカーよりも有利になるからだ。さりげなく地震対策の装置を理由に販売価格も増額できるだろう。でも手抜き工事をしていれば安全性は置き去りだ。ですから翔太君の件がなくても契約は中止にしようと思っていたんですよ。今回うちの顧問弁護士にも同席してもらったのは翔太君への損害賠償請求の話し合い、それから契約を中止する手続きについて法的な観点から問題があれば指摘してもらうつもりだからです。契約を中止する主な理由は図面と実際の施工が違うことです。こちらに落ち度はありませんから、この件でも損害賠償を請求しますよ。俺はニコッと笑った。契約をするまでの準備や今までの人件費、視察費用など時間も費用もかなりかかっているのだ。それをただにはできない。ビジネスですからね。俺は視察だけでなく病院でかかった費用も契約中止の分も全てしっかり請求するつもりでいた。俺の笑顔に遠藤社長たちはもちろん阿部もうちの社長を絶対敵に回してはいけないと内心怯えたそうだ。その後鈴木部長は手抜き工事の責任を取らされ、翔太は重要な契約を潰したとして親子仲良く懲戒解雇となった。まだ世間的には大きな発表はないが、横のつながりで例の会社が施工した建物の点検や見直しをしていると情報が入ってきた。そのうち謝罪会見や無料の修繕を引き受けなければならないだろう。
俺たち庶民にとって、家は一生の買い物だ。大切な家族と共に生活する場所だからこそ安全な場所であってほしい。うちの製品が家族の笑顔を守る手助けになることが俺の望みなのだ。無能くん、お疲れ様。もう顔見せるなよ。退職する俺に侮蔑の言葉を投げかける部長と部下。今さら何を言っても無駄だと思い、頭を下げて立ち去ろうとした瞬間、予想もつかない出来事が起こった。俺の名前は佐々木健二、45歳だ。俺は昔から数学が得意でバリバリの理系だった。文系科目は全くダメだったが、数学の成績のおかげでかなりレベルの高い大学に入れたし、そのまま外資の一流企業へ就職できた。給料はものすごく良かったが、仕事は激務で体を壊し、30代の頃に転職して現在の会社に勤めたのだ。この会社は建設業で大手の下請けだったが、ここ15年ほどで急成長を遂げている。俺が転職してきた当時の社員たちはみんな出世した。もちろん俺にも昇進の話は何度も来ていたが、その度に断っていた。俺の業務内容はちょっと特殊だし、この業務をしているのは俺しかいない。一人気ままに今のペースでのんびり仕事をしながら家庭も大事にしたいと考えていたのだ。社長も俺の考えを認めてくれている。俺は普段経理部に机を置いて自分の業務をし、手が空いている時は事務や経理の仕事を手伝っている。忙しい時は営業部の使いっ走りをすることもあるから、周りから俺は予備人員だとか雑用係だと思われ軽い扱いを受けていた。そんなある日、佐々木さん、これお願いできます？事務の女性から俺は何枚ものキャバクラの領収書を手渡された。宛名は白紙だが、見覚えのある店名にピンときた。営業部の樋口部長のお気に入りの店だ。ああ、また樋口部長か。この店今月からはまずいな。この店は樋口部長がよく接待に使っていて、名目上はキャバクラなのだが、お金次第で過激なサービスもするらしい。ある程度接待にお金がかかるのは仕方がないし、取引先の希望でキャバクラに行くのは問題ない。ただうちの会社には社内規定があって、トラブル防止のためにも個人が接待に利用できる月額が決まっているし、過激な店の利用制限があって、この店も先月から制限されたのだ。もちろん樋口部長もそれを知っている。こういう時は経理部長の出番だ。俺はあたりを見回して経理部長を探したが見つからない。もしかして今日休みなのか？体調不良で明日も休むそうです。でも月末なので今日中にこの処理をしたくて。つまり樋口部長は経理部長がいない隙を狙って事務の女性に社内規定に違反している領収書を押し付けたというわけだ。わかった、俺が注意してくるよ。俺は領収書を受け取って営業部へと向かった。樋口部長は無類のキャバクラ好きだ。いつも強引に経費として認めさせようとするから経理部長と揉めていた。樋口部長も困ったものだな。俺はため息をつきながら営業部へと向かった。営業部へ着くと、俺は部下の井上と雑談していた樋口部長に領収書を返した。もう何度目かわからないが、経費で落ちない理由を丁寧に説明する。お前は無能か？なんとかするのがお前たち経理の仕事だろ。樋口部長はみるみる不機嫌になり、俺を脅し出す。
一緒にいた部下の井上も、ふざけんなよ、接待だって立派な仕事じゃねえか。俺たち営業部が仕事を取ってくるからお前たちだって給料もらっているんだろうが、と凄んでくる。正確には俺は経理の人間ではないが、今それを言っても無駄だ。ただ静かに、ルールを守ってください。経理部長から話は聞いていたでしょ？それに社長からも言われていましたよね。とだけ伝えた。社長だって成果を出せば認めてくれるはずだ。樋口部長は社長という言葉に少しひるんでトーンダウンしたが、井上は違った。そうだ、お前が領収書を受け付けないって社長に言いつけてやるぞ。おい、バカ。樋口部長が慌てて井上を止めようとしたがもう遅い。では社長にご相談ください。社長が経費として認めると言ったらまた持ってきてくださいね。俺はそれだけ言って素早く営業部から退散した。閉めた扉の中から、あの無能に出し抜かれるなんて、それでも営業か、と樋口部長が井上を怒鳴る声が聞こえるが、あとは内部の問題だし俺は放置することにした。それからしばらく経った頃だ。俺は営業部から誰も手が空いていないからと頼まれ、取引先へ急ぎの書類を届けることになった。電車で向かうがそこそこ混んでいる。目的の駅に着いて降りようとしたら、いきなり左の手首をつかまれた。この人痴漢です。え？俺は驚いてとっさに両手を上げようとしたが、若い女性が俺の手首をつかんで離さない。いえ、俺は何も。周りの目が気になって俺は慌てて弁解する。というかそもそも痴漢なんてしていない。とにかくこっちに来てください。俺は女性に強引に引っ張られ、なぜか人通りの少ない方へと連れて行かれる。駅員のいるところじゃないのかと思っていたら、すぐにその訳が分かった。柱の陰から樋口部長と井上が顔を出したのだ。お前、痴漢は犯罪だぞ。会社にバレたらクビになるだろうな。ニヤニヤしながら二人はスマホを構えて俺に向けている。はめられた。俺は痴漢なんてしていませんよ。俺の言葉を無視し、樋口部長は、偶然だがお前が痴漢したのは俺がよく行く店のキャバ嬢なんだ。特別に俺の頼みを聞けば許してもらうようにしてやるぞ、と言う。それとも私と一緒に警察に行く？出るとこ出てもいいんだけど。女性も俺に向かって威勢よく脅してきた。しらじらしいぞ。急ぎの書類っていうのも嘘なんだな。俺は三人を睨んだ。なんとでも言え。こっちには証言してくれる被害者がいるんだからな。いいか、これからはお前が責任を持って俺の領収書を通すんだ。なんでもな。そんなことできるわけがないだろう。樋口部長の要求を突っぱねると、今度は井上が、じゃあお前が痴漢をしたことをみんなにバラしてやる、と言ってスマホをちらつかせる。樋口部長は余裕たっぷりに、どうしても言うことが聞けないならお前はクビだ、自主退職しろ、目障りなんだよ、と俺にクビ宣告をしてきたのだ。カッと頭に血が昇った。冷静に考えれば、樋口部長に首宣告する権利などない。それでもこんな風にはめられ、今後も脅され続けるくらいなら、こいつらとはもう完全に縁を切りたい。わかった、やめてやる。俺が大声で言うと、樋口部長は満足そうに笑った。よし、じゃあ痴漢のことは黙っておいてやる。お前が一身上の都合で退職することにしろよ。
一言でも今日のことを漏らせばどうなるか分かっているな。俺は樋口部長を睨みながらうなずく。俺は翌日退職願いを提出した。周りに驚かれ理由を聞かれたが、俺は一身上の都合と言い張った。結局早期退職という形で受け入れられ、今週末で会社を去ることが決まったのだ。退職当日、わざわざ樋口部長と井上が経理部まで様子を見にやってきた。無能くん、お疲れ様。もう顔見せるなよ。勤務年数が長いからって無能のくせに結構いい金もらっていたんだろ。まったく信じられないよな。樋口部長は俺に侮蔑の言葉を投げかける。察するに俺の給料がいいことを知って逆恨みしていたようだ。未練たらしく忘れ物とかしないでくださいよ。どうせもう戻ってこられませんからね。井上が嘲笑った。言い返そうかとも思ったが、こいつらには何を言っても無駄だろう。俺は二人を一別する。経理部の仲間たちが二人の態度に眉を潜めた。何なの？感じ悪い。あいつらなんで来たんだよ。小さく囁き合って文句を言っている。樋口部長、あんたわざわざそんなことを言いに来たんですか？もともと樋口部長と仲が悪い経理部長はブチギレそうだ。俺はその様子にジーンと来た。仲の良かった人たちが俺のために怒ってくれる。それだけで十分だ。俺はけじめとして頭を下げる。それから前を向いて立ち去ろうとしたその瞬間、息を切らせて駆け込んできた男がいた。辞めるってどういうことだ。早期退職なんて聞いてないぞ。社長なんで？樋口部長が驚いてすっとんきょうな声を上げる。俺が軽く手を挙げて、ああ金子悪いな、でもと話しかけたのを遮り、金子社長は、何があったか教えてくれ。とにかく辞めるなんて困る。お前がいないと俺はダメなんだよ、と俺にしがみついてきたのだ。社長が取り乱して泣きそうになっているから、周りは何事かと青くなっている。それもそのはず、金子社長は一代で会社を急成長させた泣く子も黙るカリスマで、見た目もかなりいかついのだ。社長、佐々木さんとどういう関係なんですか？事務の女性が恐る恐る聞いてくる。どうもこうも、ケンジは俺の中学の同級生で大親友なんだ。ケンジは学級委員の優等生で、中学校時代不良で勉強のできなかった俺を助けてくれて、会社のピンチにも何度も力になってくれた。まあ金子だって俺が前職を辞めるときに雇ってくれたし、お互い様だよ。俺はしがみついてくる金子社長をどうにか引き剥がそうとするが、離れてくれない。大親友として頼む。思い直してくれ。金子社長はしがみついたまま俺に頭を下げた。え？社長の大親友？嘘だろ？こいつはいくつになっても出世しない無能の雑用係じゃなかったのか？樋口部長は驚きのあまり本音を漏らす。佐々木さんって社長のお友達だから無能だけど会社に置いてもらったってことですか？井上も社長の前なのに失礼なことを言ってくる。そんな二人を金子社長はじろっと睨みつけた。ふざけるな。ケンジは無能なんかじゃない。ケンジはデータアナリストで俺の大切なブレインなんだ。今まで秘密にしていたが、会社をここまで成長させたのはケンジだぞ。大げさだよ。俺は照れて鼻をかいた。なんだって？樋口部長や井上だけでなく、その場にいるみんなの顔色が悪くなっていく。
まさか俺がそんな重要人物だとは思っていなかったのだろう。データアナリストって何ですか？事務の女性が俺に向かって小さな声で聞いてきた。それはな、データ分析のプロフェッショナルなんだ。ケンジの前職は世界的に有名な一流企業だぜ。なぜか俺に代わって金子社長が誇らしげに答えた。その道の人しか知らない会社だけどな。資格も取ってバリバリ仕事をしていたのだが、体を壊し、結婚と妻の出産を機に転職を決意した。そんな時、中学の同級生だった金子と再会し、金子の会社に再就職したというわけだ。でも建設業にデータ分析なんて関係あります？井上が聞いてくる。大ありだよ。建築資材の値段は世界情勢によって日々変わっていく。仕入れ先をどうするか、短期的、長期的に見てどういう経営戦略を取ればいいか、俺たちは定期的に話し合っているんだよ。むっとした顔で金子社長が答えた。佐々木さんってそんなにすごい人だったんですか？私、樋口部長が嫌で、営業部へ届け物があるときは佐々木さんに気軽にお使いを頼んでいました。なぜか事務の女性もショックを受けている。知らなかった。ただコピー取ったり書類届けたりするだけの無能だと思っていたのに。樋口部長が呆然としてつぶやく。いくら大親友でもそんな人間を雇い続けるわけないだろう。俺と金子社長が同時にため息をついた。何も言わなかった俺も悪いけどな。俺は過度に期待され、仕事が増えてプライベートの時間が減るのが嫌だったのだ。金子社長も金子社長で、カリスマ社長のイメージを守るため俺の存在を知られたくなかった。利害が一致した俺たちは秘密の関係を続けたのだ。それにしてもなんで今更気づいたんだ？実は最近忙しくてな、書類の確認をサボってたんだ。話題を変えるため俺が聞くと、金子社長は眉をへの字にした。今日時間が取れて溜まった書類の確認をしていたら、俺の退職届があるのでびっくりして駆けつけてきたそうだ。ケンジ、なんで急に辞めるなんて言い出したんだ？何があったか教えてくれ。俺はちらっと顔面蒼白になっている樋口部長を見る。金子社長はピンときたようだ。樋口、お前何を知っている？話を聞かせてもらおうじゃないか。金子社長は樋口部長に向かって両手の指を鳴らしながら圧をかけている。その時だった。すみません。全部樋口部長が企んだことなんです。井上が先に暴露したのだ。裏切るのか？今まで散々いい思いをしてきただろ？いえ、俺は樋口部長が怖くて言うことを聞いていただけです。みんながあっけに取られる中、汚い言い争いが始まった。ケンジ、どういうことだ？金子社長が改めて俺に聞いてきたから、痴漢の濡れ衣を着せられたことや、バレたくなかったら自主退職をしろと迫られたことを説明する。すべてを聞いた金子社長が樋口部長に怒りの目を向けた。お前たちやり口が汚すぎる。そもそもケンジがそんな若い女に痴漢するはずないだろ。昔から年上好きで、奥さんだって7つも上。余計なことを暴露しなくていいよ。俺は慌てて金子社長を遮って。もし好みのタイプだったとしても、俺は犯罪行為なんて絶対にしない。妻や娘を悲しませるようなことはできない。だけど、周りは信じてくれないだろうし、樋口部長の言いなりになるなんて嫌だからな。と続けた。私たちは佐々木さんのことを信じますよ。事務の女性も声を上げ、他の社員たちもうなずいた。
その自称被害者はいつも樋口が領収書をあげてくるあの店の子なんだな。みんなの様子を見て金子社長は樋口部長に確認する。ああ、はい。樋口部長が答えると金子社長はスマホを取り出した。実はな、あそこのオーナー昔の友人なんだ。キャバ嬢本人からも話を聞くからな。ケンジを陥れ、会社に損害を与えようとした責任しっかり取ってもらうぞ。金子社長は二人を睨みつける。樋口部長はどうしようもなくなったのか俺に。佐々木、すまなかった。社長になんとかお前からも言ってくれないか。この年でクビになったら困る。と情けない声で頼んできた。俺は呆れてしまった。なんで俺が助けると思っているんです？自分がやらかした責任は自分で取ってくださいね。それから俺も決めました。やはり犯罪は良くないですからね。泣き寝入りはせず、被害届を出して責任を追及することにします。こんな騒ぎになったのだ。もう遠慮はいらないだろう。俺がにっこり笑って宣言すると、樋口部長と井上は震え上がって、勘弁してくださいと言って座り込んだ。その後、金子社長が友人経由でキャバ嬢本人に確認したところ、井上が暴露した通り、樋口部長が企んだことだと確認された。さらに、樋口部長はたびたび、井上と二人だけで来店していたことも発覚。自分たちが遊んでいただけだと分かった。二人仲良く懲戒解雇になって、後日損害賠償も請求されるという。ちなみにキャバ嬢もキャバクラをクビになったそうだ。警察にも被害届を出そうと思ったが、キャバ嬢からも樋口部長と井上からも結構な額の示談金をもらったので出さないことにした。俺はというと早期退職を撤回。絶対にお前からの退職届は受け取らないぞと俺にしがみついて泣く金子を見たら放っておけなくなった。周りも俺を見る目が変わり、かなり働きやすくなったし、まあ良かったと思っている。あ、貧乏人、今日も日の丸弁当か。俺が弁当を食べていると後ろから覗いてわざわざ声をかけてくる奴がいた。おかずもないなんてかわいそうだな。奴はさらに追撃してくる。弁当におかずもなく日の丸弁当なのは俺が自分で作っているからだ。でもわざわざそんなことを言うのも面倒だし放っておいている。そんなことにも気づかず、こいつはいつも俺を見下してきていた。俺の名前は翔平、38歳の医者だ。俺が医者を目指したのは幼い頃の経験から。俺の両親は共働きで、兄弟もいない俺はよく一人で留守番をしていた。学校から帰っても家で一人なので、だらだらと帰っていたが、ある時から近所の女の子をよく見かけるようになった。俺より10歳くらい年下で、だいたい母親と手をつないで歩いている。いつもすれ違うので、俺はその親子と次第に挨拶を交わすようになった。名前は知らないが、母親は美人で、女の子も幼いながら目鼻立ちがはっきりしている。そしてある日、その親子が事故に巻き込まれる現場に遭遇した。俺は学校からの帰り道、向こうから歩いてくる親子と目が合い、会釈をした瞬間、車が突っ込んできたのだ。車はガードレールにぶち当たり、親子が倒れている。俺は何もできなかった。誰かが呼んでくれた救急車が来て、親子が運ばれていくのを呆然と見ている。俺は、なんて無力なんだと思った。その時、俺は中3だったが、新学期から引っ越しをすることが決まっていた。同じ市内ではあったが、ここからは電車を使わないといけない。そのまま引っ越しの日になってしまったので、あの親子がどうなったのかは、わからないままだ。わざわざ確認に来るのも怖くてできなかった。
俺はあの時に何もできなかったことを後悔し、医者を目指すようになった。もう一つの理由は、俺を馬鹿にしてきた奴を見返したい。その思いがあったのも事実だ。というのも、俺は中学の同級生によく貧乏だと見下されていた。そいつの名前はヒロシ。医者の息子で、それを周りに自慢していた。ヒロシとは席が前後で、俺の持ち物や弁当を見ては貧乏だと囃し立てる。うちは周りと比べて特段貧乏だとは思っていない。しかし、父方の祖父が入院していて、入院費がかかっていたので、裕福というわけではなかった。それに、俺がファッションに無頓着なこともあり、無駄にファッションにお金を費やすなんてもったいないというタイプだったから、ヒロシから見れば、俺は貧乏で、ファッションにお金がかけられないと思っていたのだろう。ちなみに弁当は、だいたい日の丸弁当だ。なぜかというと、働いて、さらに祖父の面倒も見ている両親の手は、なるべく煩わせたくなくて、弁当は自分で作ると言い張っていたから。全く料理なんてできなかった俺は、ご飯に梅干しを乗せただけの日の丸弁当をよく持って行っていたが、お米が好きな俺にとっては、それでよかった。夕飯の残りがあると入れていくこともあったが、盛り付けのセンスもないので、弁当箱の大半はご飯で埋まる。ヒロシは、たまに俺の弁当を勝手に覗いては、貧乏飯だと笑った。たまに母が時間があったからと作ってくれる弁当はきちんとしていたのだが、そういう時に限ってヒロシが覗いてくることはない。だからヒロシの中で俺はいつまでも貧乏人だった。中学を出るとヒロシとはたまに駅で顔を合わせる程度。引っ越しをしたら中学の頃よりもヒロシの家に近くなってしまい、最寄り駅が同じになってしまった。ヒロシは俺を見かけると、なぜか話しかけてきて、自慢話をしたり、俺のことを見下したりする。おかげで知りたくもない情報まで知っている状況だ。ヒロシは私立高校に行って、エスカレーター式で大学に行ったそうで、医学部だという。俺は医者の息子だから、と口癖のように言っていたから、自分も医者になるつもりなのだろう。俺は高校から猛勉強をし、父も母も応援してくれて、大学では医学部に入ったが、面倒なのでヒロシにはそのことを伝えなかった。無事に医師免許を取得した俺は大学病院に所属する。常に勉強して高みを目指していた俺は、若手ながら実力を認めてもらえるようにもなった。仕事は大変だし、睡眠時間がない時もある。でも、俺はこの仕事についてよかったし、患者さんを救えた瞬間、心から良かったと思えるのだ。そして俺は海外の病院でも勉強することになった。日本を出てからは年に一度くらいは両親の顔を見に日本に帰ってきている。実家に行った時には祖父にも手を合わせる。祖父は俺が医師免許を取ってすぐに他界したが、祖父が最後に頑張れと言ってくれたのが心に残っていた。ここまで頑張れているのは祖父のおかげでもある。ある日俺は古巣でもある大学病院に戻ってこないかと声をかけられた。悩んだ結果、俺は日本に戻ることを決意。詳しい話をするからと言われ、リモートで大学病院と繋いだ。すると、玲子という女医を紹介される。日本に戻った際は、玲子が俺のサポートをするという。彼女は俺より10歳年下だそうだが、かなりの美人だ。なんとなく見覚えがあるような気もしたが、10歳も年下で女性の知人なんていない。下手なことを言ってセクハラとでも言われたら困るので、俺は黙っていた。玲子は腕のいい美人女医と評判らしい。でも、リモートで話しただけで、俺は玲子に苦手意識を持ってしまった。美人すぎる人は苦手だし、玲子は割とズバズバ言う性格のようで、それも俺の苦手とするタイプだ。とはいえ、古巣といっても10年ぶりに戻る場所だし、何かあった時に相談できる人がいた方がいいだろう。そして、俺は10年ぶりに大学病院に足を踏み入れた。すると、思わぬ人物に遭遇する。
おい、お前。なんだか、偉そうな言葉で呼び止められた。声の主は、明らかに俺を見ている。新しい医者か？その声の主を見てみると、見覚えがあった。ヒロシ、ここの医者なのか？俺がそう言うと、向こうも俺の顔を見て思い出したらしい。お前、翔平？ヒロシはまさか俺が医者になっているとは微塵も思わなかったそうだ。俺は3年前からここに所属している。いずれは親の病院を継ぐことになるだろうけど、それまでは大きな病院で修行してこいって親から言われてな。ヒロシはニヤニヤしながらそう言った。俺のことは特に聞かれもしなかったし、ヒロシは自分の自慢話ができれば満足だろうから、俺は適当にヒロシの話を聞き流す。ここの病院めちゃくちゃ美人な女医がいるんだよ。ここだけの話、俺に気があると思うんだよな。ヒロシの話を聞くと、すれ違った時に挨拶をしてくるとか、自分の話をよく聞いてくれるとか、至って普通の態度だが、ヒロシはそれを気があると思い込んでいるようだ。人の色恋沙汰に首を突っ込む気はないので何も言わなかったが、ヒロシの勘違いだったら相手の女医はいい迷惑だろうな。ヒロシは一通り自分の話を終えたのか。ところでお前、何しに来たの？まさか医者じゃないよな。というので俺は、そのまさかだ。今日からここに所属することになった。と答えた。すると、ヒロシは笑い始める。貧乏人が医者？よくなれたな。ここでは実力がものを言うんだ。お前みたいな貧乏人が俺にかなうはずもない。せいぜいこき使ってやるよ。ヒロシは、昔のように俺を馬鹿にしてきた。さすがに言い返そうかと思ったその時、スタスタと近寄ってくる足音が聞こえる。ヒロシはその方向を見て、レイコ先生！と言うが、相手はそれを無視して俺のところへやってきた。そして、俺の手を握り、教授、お待ちしてました。と言う。え？と、ヒロシは俺のことを凝視した。俺は恥ずかしくなって握られた手をすかさず離す。はじめまして。よろしくお願いします。なんとかそれだけ言った。レイコは実際に会うと画面越しに見ていた時よりも美人で迫力がある。どうやらヒロシが夢中になっているのはこのレイコのようだ。レイコは俺とヒロシを見て、お知り合いですか？と聞いた。俺が話そうとすると、ヒロシがそれを遮り、口を開く。中学の同級生。こいつ昔から貧乏でさ、まさか医者になってたなんて。でも、どうせ下っ端だろう。ヒロシは俺を見下して、レイコにまでそんなことを言う。先ほど、レイコが俺のことを教授と呼んだことに、気づいていないのだろうか。すると、レイコはヒロシを睨みつけた。あなた、教授のことを知らないんですか？ヒロシは鼻で笑った。嘘だろ？こいつが教授？レイコ先生、人違いでしょ？俺らの年齢で教授なんて無理があるよ。レイコはヒロシを冷ややかな目で見る。俺はヒロシに向かって、ああ、いや、レイコ先生の言ってることは本当だよ。と言うと、ヒロシは俺を睨みつけてきた。はあ、教授になるなんて、相当優秀な奴だぞ。そんな嘘ついて俺を騙そうなんて。俺はいい加減、ヒロシの話に付き合うのが面倒になって、ヒロシの話を遮った。お前に嘘ついてどうするんだよ。俺は、ここにお前がいることすら知らなかったんだ。
一応言っておくと、俺は高校で猛勉強して医学部に進学、卒業後はこの大学病院に所属していたんだよ。でも海外に行くチャンスがあったから俺はここを離れて今日10年ぶりに戻ってきたってわけ。そこまで言うと玲子が口を挟んだ。教授のこと知らないなんて勉強不足ですよ。では教授、そろそろお時間ですのでご案内しますね。俺と玲子はポカンとしているヒロシを置いてその場を後にした。歩き出すと早速玲子が話しかけてくる。教授にお会いできるなんて光栄です。玲子にそう言われるのは嬉しいんだが、美人で迫力がある玲子がガンガン話しかけてくるので俺は対処しきれず口ごもってしまう。やっぱりちょっと苦手なタイプだ。しかしそれから玲子とじっくり話すようになると、周りに気配りもできるし自分の意見を持っていて真の強い女性だとわかる。玲子のことを知ると少しずつ苦手意識がなくなってきた。一週間後、俺が玲子と一緒に病院内を歩いていると、ヒロシに出くわす。俺と玲子は挨拶だけしたが、ヒロシは俺のことが気に入らないようで睨みつけてくる。おい翔平、お前なんかが本当に教授なのか？何かの間違いだろ。俺はその言葉にため息をついた。はあ、この後に及んで俺を嘘つき呼ばわりか。申し訳ないけど、お前とは出来が違ったってだけだ。確かにこの歳で教授は珍しいよ。でも俺は俺なりに真剣に勉強して、それが認められて海外にまで行った。ヒロシがこの間自分で言ってたじゃないか、ここでは実力がものを言うって。まさにそういうことだよ。するとヒロシは悔しそうな顔をして、だったらその変な服装も何とかしたらどうだよ。そんな貧相な教授に教えてもらいたいと思うかよ、と吐き捨てた。俺が思わず言葉に詰まると玲子が助け舟を出す。教授、行きますよ。俺はうなずいて玲子の後に続いた。玲子の隣を歩きながら、俺ってそんな変な格好してます？スーツなら大丈夫だと思ってたんですけど。と言うと玲子は吹き出した。そうですね、ワンサイズ大きいんじゃないかと。あとネクタイはあんまり奇抜な色を選ばない方がいいかもしれませんね。玲子の指摘通りだ。スーツは海外にいる時に買ったもので、高い割にぴったりのサイズがなかった。ネクタイの色なんて気にしたことないが、今日のネクタイの色は黄色。俺は鼻をかきながら、俺昔からセンスないし、ファッションとか無頓着で、このネクタイも今朝テレビつけたら星座占いやっていて、ラッキーカラーが黄色だって言うから。と言うと玲子がますます笑った。星座占いなんて意外と乙女なんですね。もしよかったら今度一緒にスーツを選びに行きましょうか。思いもよらない提案に俺は、ああそうしてくれると助かります、と縮こまる。数日後、玲子が本当にスーツを買うのに付き合ってくれた。その帰り道、歩道に車が突っ込むのを目撃。俺と玲子は現場に駆け寄り、要救助者を探す。幸いにも巻き込まれた人はいなかったが、運転手が意識を失っていて救急車でうちの病院に搬送。なんとか一命を取り留めた。今度は助けられてよかった。思わずそうつぶやくと玲子が不思議そうな顔をしたので、昔近所に住む親子が事故に巻き込まれ、自分が何もできずに後悔したことを話した。それだけ話すと玲子が呼ばれて行ってしまったので、俺は患者さんの容態を確認して家に帰る。翌日からは玲子が選んでくれたスーツで病院に向かった。周りからの評判はよく、玲子にお礼を言う。するとそこへまたヒロシが現れる。
ヒロシ、よく会うな。お前、俺のことつけてるのか？ああ、俺のことじゃなくて、玲子先生のことか。と、俺が言うと、ヒロシは真っ赤になって慌て始める。え、違うぞ。俺は、ここぞとばかりにヒロシに、まあ、どんだけ追いかけても、玲子先生がヒロシを好きになるとは思えないけどな。と言うと、ヒロシは俺を睨んでくる。玲子は驚いた顔をしていたが、ヒロシを見ていった。まさか、ヒロシ先生とは特に親しくもないですし、いつも挨拶くらいしかしていませんよ。ありえません。玲子は、本当にヒロシの気持ちに気づいていないのかはわからないが、きっぱりと言い切り、ヒロシは思わぬ形で振られてしまった。ヒロシは、俺を睨みつける。いい気になりやがって。覚えてろ。俺は、その言葉にカチンと来て、今日こそは言ってやると心に決めた。あのな、俺とお前の立場わかってる？一応俺教授だぞ。そんな口の聞き方あるかよ。それにお前、親の病院継ぐから修行中って言ってたけど、あんまりにも使えないから継がせないって親に絶縁されてるらしいじゃん。俺はこの間、たまたま会った同級生から仕入れた情報を暴露する。ヒロシが言い返せないのを確認して続けた。確かに、ここの病院でもお前の評判悪いもんな。でもな、病院自体の評判にも関わるんだから、いい加減にしろよ。特に患者さんや看護師たちを馬鹿にするような態度はやめろ。昔もそうだったが、お前の親がすごいだけで、お前は何もすごくないじゃないか。それなのに俺のことも見下してたよな。大して努力もしなかった結果が、今のお前だよ。ヒロシは顔を真っ赤にした。俺はにやりと笑い。はあ、でも、俺、お前を見返したくて医者になったんだ。そして今は、この地位にいる。その点だけは礼を言うよ。という。ヒロシは、覚えてろよ！と、もう一度陳腐なセリフを吐いて逃げていった。その後もヒロシは、意地になっていたのか、俺の助言を無視し続け、これ以上評判を落としたくないと判断した病院側から追い出された。ヒロシは、実家を継ごうと家に戻ったらしいが、大学病院を追い出されたことで、ますます親を怒らせ、今は、医者として雇ってくれるところもなく、フリーターをしているそうだ。最近、同窓会があったので参加した時に同級生が言っていた。ある日、玲子に話しかけられた。もしかしたらなんですけど。玲子の話を聞くと、昔俺が住んでいた地名が出てくる。それって。俺が驚いていると、玲子がにっこり笑う。母も、私も無事でした。事故の後遺症もなく元気ですよ。なんと、俺があの時に目撃した事故の女の子は、玲子だった。俺は20年以上経って、ようやく肩の荷が降りる。玲子は、医者になるきっかけが私だったなんて光栄です。と笑った。こんなこともあるものなのか。この偶然に感謝して、俺は今日も仕事を頑張ろうと思う。玲子が講師ともにパートナーになる日は、もう少し先の話だ。